どうも、特撮ヒーローワールドのフジャンです。今回紹介する商品はですね、こちらの大怪獣ラッシュ、プラズマラッシュハンターズという、食玩のシリーズなんですけれども、これはね、去年発売して、もうご覧の通り、こう開封してしまっているんですけどもね、ちょっと箱が珍しく全部こう残っていたので、ぜひこれ紹介したいなと思いまして、では早速本体を登場させたいと思います。じゃじゃーん、こちらが、本体でございます。どうやらね、この箱を見たところ、この大怪獣ラッシュのカードが1枚ずつ入ってたらしいんですけども、なんかそれなくしちゃったみたいなんで、でもね、カードは本当におまけなんで、この本体を、まあ、紹介したいなと思ったんですけども、僕がね、なんでこんな食玩を今更紹介しようかと思ったかというとですね、もうこの造形が半端なくいいんですよ、ね、見てください、この食玩レベルではないこのクオリティね、これがもう本当にかっこいいんですよ。ではキャラクターを、一体ずつ紹介したいと思うんですけども、まずね、大怪獣ラッシュを知らない方にちょっと、世界観とかを分かりやすく教えたいと思うんですけども、大怪獣ラッシュっていうのはまあ100円で遊べるカードゲームなんですよね。4人でプレイするんで、すごいでっかい機械なんですけども、そのゲームに登場する主人公たちのキャラクターをこうフィギュアにしたっていう感じですね。大怪獣ラッシュではその宇宙人たちがプラズマソウルという、まあ、宝石のようなものなんですけども、そのプラズマソウルを集めていろんなハンターたちがこう戦い合うんですけど、まあ、こんな感じでね、これスペースゴジラなんでウルトラマンの怪獣じゃないんですけど、まあこんなスペースゴジラみたいな感じで、こう体にこのプラズマソウルを宿した怪獣たちが、この大怪獣ラッシュには登場するんですね。でその怪獣の体の一部のプラズマソウルをこう切り落としたりして、それをこう奪ってお金にするみたいな、あれお金にするのかな、わかんないんだけど、この大怪獣ラッシュの世界ではそのプラズマソウルがもうお宝なんですよね。なのでこうこいつら主人公たちがすっごいでかいゴモラとかアントラーとかそういった怪獣たちと戦って、そのこのプラズマソウルをこうゲットしていくみたいな、そんな感じのお話なんですけどもね、まあ、ちょっと説明不足なのでいまいちわからない方はまあネットとかで調べてみてください。もうそれを一番おすすめします。で今までのウルトラマンとかに登場した怪獣とか宇宙人のデザインをね、大幅にこう現代風にこうアレンジして登場させてるんですよ。この真ん中のキャラクターは、これ実はバルタン星人なんですよ。名前は バルタンバトラーバレル。で、こっちがマグマ星人で、で、こっちガッツ星人なんですね。セブンとレオに登場しましたね。こっちはガッツガンナーガルム。マグママスターマグナという名前で、こんな感じのかっこいいデザインに変更されてます。でもこれがたまらなくかっこいいんですよ。いいですね。で僕がね一番この感心しているのは、あの造形もまあ素晴らしいんですけど、最近の食玩ってすごい背中の色がもう何にも塗られてなかったりとか、結構ちょっと寂しい出来になっていることが多いじゃないですか。その中国の人件費が上がったりとか、その原油の価格が高騰したりとか、そういうねいろんな複雑な事情がありますので、やっぱりこの今の時代にこう背中とかを完全に塗った状態でフィギュアを出すってなると、ものすごい結構コストかかっちゃうわけですよ。でバンダイの心優しい皆さんはね、もう考えに考えた結果、やっぱり色をね塗って出したいけど、こうせっかく買ってくれるお客様に対してこれ以上値段を上げてしまうのはこう申し訳ないと、売り上げも下がっちゃうだろうと、バンダイさんは考えたわけですよ。じゃあ色を省いた状態でクオリティの高い商品を作るにはどうしたらいいかと、まあ、こう模索していった結果、プラズマソウルのようにこうクリアなフィギュアを出せばいいんだと考えたわけです。そしてこの素晴らしいシリーズが誕生したわけですね。見てください、この造形美、この顔とかね、こんなになってます。おお、このなんか仮面ライダーみたいにこうなんかマフラーみたいなものをなびかせてるんですけども、これがかっこいいですね。すごい、今からこう獲物を仕留めるぞっていう、その一瞬をこう時を止めてフィギュアにしたみたいな。これもガッツガンナーなんで、こうガンナー扱いなんで、こうかっちょいい武器を持ってますね。もうモールドが細かい、すごいでしょ。クリアにすることでこう塗装もかなり大幅に省略しても、クオリティをちゃんと維持してるっていうのがまた素晴らしいですね。これなんてね、もう元のマグマ星人の面影がほとんどなくなってる気がしますよ。ほら、このサーベルくらいですよ。このサーベルがないと本当マグマ星人でわからないくらいかっこいいデザインになってますね。この赤い炎のようなこの縦髪、これはちょっとグレーンファイヤーに似てる気がしますね。
はい、というわけで、大怪獣ラッシュプラズマラッシュハンターズというシリーズでしたが、いかがだったでしょうか。これは1年前に発売した商品なんですけども、もうねすごい出来がいいっていう風に聞いていたので、当時もすごいいろんなところもう走り回っても探しましたね。もう今でもこれ満足してます。HG シリーズと並べたところ、もうね高さとかもすごいぴったりだったので、これは本当にいいシリーズだと思います。でもね、大怪獣ラッシュのキャラクターがこうやってフィギュア化されることっていうのは多分なかなかないと思うので、今のところ他はまあソフビとか出てるんですけども、まあ、やっぱりソフビはソフビのクオリティなんで、ここまでのものはねなかなかもう出る機会ないんじゃないかなと思っております。ちょっとね欲を言えば、第2弾としてちょっとメフィラス星人ジェントとか、野立ザムシャとか、もう他にもねオリジナルのデザインでちょっとかっこよくなってるキャラクターがいっぱいいたので、それを出してほしかったなとちょっと心残りがありますね。というわけで、ぜひとも皆さんもこのシリーズを見つけてみたときは、買ってみてはいかがでしょうか。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。